韓国幸福軍は、1940年9月17日、中華民国の支援のもとに、同国臨樹種と重慶で創立された、大韓民国臨時政府の軍事組織である。韓国では単に幸福軍とも呼ばれている。1940年の結成祝いに行われた、幸福軍総司令部創設式典は兵員を確保、できなかったため、総司令部設置だけがされるような人手不足であった。 1942年に、金元宝の朝鮮義勇軍を吸収した。幸福軍を実質的に指揮した人物は、池聖天と彼の参謀であった、李半石だった。幸福軍は1944年まで中国、国民党政府の国民革命軍の統制下にあった。1945年8月に統制権を得た。結成から解体で、日本軍とは交戦はなかったものの、 終戦時点で日本軍と満州国軍出身者を含めて339人いたと認定されている。しかしアメリカによると幸福軍は中国国民党軍の中の一組織で200未満と記されている。1945年11月13日からアメリカに後に設置する軍事組織以外の紙幣組織は解体命令が出され、1946年に 朝鮮半島南部に帰国した幸福軍も解体された。アメリカ軍政時代の1946年1月14日にアメリカ軍政庁によってルーツの全く異なる南朝鮮国防警備隊が結成され、1948年8月15日に大韓民国軍に改名されている。大韓民国臨時政府を正式な抗戦国。 交戦団体に昇格させて連合国の一員とするという政治目標を持った組織であり、正式な軍隊として連合国に認定されることを目指した点で他の組織とは一線を画したとされる。重慶では蒋介石を長とする国民党政府軍事委員会の参加にあった。中国全域では中国共産党影響下の朝鮮人公日組織の方が勢力が強かったが、 公戦と民戦の統合が要求されて直接の指揮下にない朝鮮人部隊も名目上は幸福軍を名乗ることがあった。結果国家主義者と共産主義者が混在することになって日中戦争中も消えることがなかった中国大陸内における国境内戦の対立構造の中で不和が目立った。幸福軍は 朝鮮半島への潜入などいくつかの計画を温めていたが、1945年の日本のポツダム宣言受諾により実戦にほとんど参加することなく終わった。軍隊を称していたが、連合軍の参加は認められておらず、臨政が国家として承認されなかったので国軍でもない。参戦の計画はあったが、その前に終戦に至り、9名をインドに派遣した。 以外はほぼ戦闘に参加することもなく、連合軍によって解体を命じられた。軍政期、冷戦対立が顕在化する中で、大韓民国臨時政府は正式な政府とは認められず、幸福軍も民戦が含まれていたことから、すでに解体を命じられ、兵士と将校はバラバラに帰国するように指示された。結局、大韓民国臨時政府及び幸福軍を 朝鮮独立の礎となすという構想は実現せず、韓国陸軍の前身もアメリカ軍政時代にアメリカ軍政庁が結成した南朝鮮国防警備隊に譲ることになった。皮肉にもこの組織は日本軍及び満州国軍の朝鮮人将校を中心幹部としていた。さらに最大の支援者であった中国国民党も戦後の内戦で 中国共産党に敗北して中国大陸から追われて台湾に逃れ中国には中国共産党の中華人民共和国が成立した臨時政府の幹部の中では臨政初代大統領も務めた李正万がアメリカでのロビー活動で得た人脈を活かして主犯候補にまでなり1948年8月15日に 建国された大韓民国でも、初代大統領に擁立された一方で、幸福軍を構想から立ち上げた緊急は、その李商万との清掃に敗れ、1949年に暗殺された。戦後は全く活動がないもの、戦後に加盟したものまで認定されていることが判明した。ハンギョレは560人まで認定者膨れたことに、2005年に偽物幸福軍、 多すぎるとの記事にて、独立有効者が温床がもらえる、定められた初期の1960年代に、幸福会の幹部が書けば認定される紙が出回ったことがあるとと述べている。ハンギョレは、独立有効者たちの間では書けば認定される紙が出回ったことは公然の秘密だと報道している。韓国では、評価されて、2014年5月には、幸福軍、 第2主体の所在地だった西安市に、その活動を称える記念碑を設置している。しかし、北朝鮮では、戦後に越北した金元宝がリーダーだが、中華民国参加の右派武装団体と認定していて、わずかな辞任しかいなかったことを指摘し、韓国が幸福軍が祖国解放の結果を導いたなどと主張していることを自我自賛。 美化を超えた完全な歴史は曲極だと批判している。幸福軍の兵士 OSS 将校と幸福軍幹部前列中央が、李半赤三謀長朝鮮独立運動家、緊急らによって、上海で1919 19年に設立された臨時政府である大韓民国臨時政府は、一部の秘密結社やテロ、組織以外には、自らの軍事組織を持たず、 満州で活躍した独立軍などの抗日パルチザンは、臨時政府の指導下にはなかった。1937年になって、上海の臨時政府は独自の軍創設を計画したが、日中戦争が起こって延期された。臨時政府の所在地も、上海から広州に移動し、日本軍の進撃に追われるように、1937年11月に、調査、広州を経て、 1938年に、劉州、1939年に、四川省、高度転々としていた。1940年9月に、重慶に落ち着き、ここで、幸福軍総司令部が創立された。これは、ライバル組織である、朝鮮義勇隊の成立に遅れること1年半後であった。大韓民国臨時政府主席である緊急は、幸福軍宣言文を発表し、 幸福軍は、反、中部つの国の独立を回復しようと共同の敵、日本帝国主義を打倒し、連合国の一員として抗戦することを目的にするとその趣旨を明らかにしたという。幸福軍総司令部創設式典は、重慶の過量品館で挙行された。兵員を確保できなかったため、総司令部だけを組織した。創設時の編成について、明確に知られていないが、 8月15日付で発刊された大韓民国臨時政府広報によれば、総司令に、李政天、参謀長に、李藩赤、参謀に、再現外、李復元、李春植、金学部系、高新縁、副官に、高学修、王中郎、蝶時元、伝令将校に、高一名という会、福し主刑に、安易佐尾、金武士官、李蔵一万、敏永久、 軍医に、リューブリ東、林義沢、現マスネが就任する予定であった。1940年10月、韓国興福軍総司令部組織条例が交付され、これによれば、総司令部は司令官と参謀長を中心に秘書どころ、参謀どころ、副官どころ、政君どころ、官議どころ、変連どころ、方向兵どころ、刑事どころ、軍法どころ、 衛星どころの十カ所からなり、特務隊と憲兵隊を置くとした。一応の組織体制を確立したが、組織を運営する人員がいなかった。十カ所のうち七カ所にしか責任者がおらず、そのうち、蔡陽徳、蔡玄外、そう、トラコエはこの時点では、中国軍に勤務しており、長警官は、政君ところと経理どころを兼任していた。1940年11月、 総司令部は、西安に移転。理政天総司令と、李半赤参謀長は、中国との協議のため重慶に残り、高学部州を総司令代理とする、西安総司令部暫定部署を組織し、西安に派遣した。西安総司令部暫定部署は、河北地区移住の朝鮮人を対象に、兵士募集活動を展開した。総司令部が西安に移動するのと、 同時期に3個の死体を編成した。第1死体、第2死体、第3死体の3個死体編成であったが、1941年1月に韓国青年戦地工作隊を改編して、第5死体が編成された。当初は中国政府は援助に熱心ではなかったが、1941年11月に軍事委員会から臨時政府に対して、 韓国幸福軍行動規則休暇条を提案した。提案が受け入れられた後、軍事委員会は多くの中国人将校を幸福軍の総司令部と各主隊に派遣して強化した。終戦直前には総司令部将校56人のうち派遣された中国人将校は43人を占めた。また10箇所あった総司令部は参謀どころ、総務どころ、 政君ところの三個に縮小して、副司令と副参謀長を増設し、1942年10月に西安から重慶に移転した。なお、アメリカ政府の国務省公式歴史記録によれば、極東局長、ジョセフ・ウィリアム・バランタインが、蒋介石の国民党政府用人賞育林と面談した時のこととして、当時中国重慶には2000名もの日本軍の 朝鮮人部隊捕虜が存在し、これらが韓国幸福軍と地下工作員の訓練に協力していたという。章はアメリカ軍から韓国幸福軍へ武器供与できないかと尋ねているが、バランタインは国防省が回答すべきこととして否定的な発言をし、独立運動よりも個人的な利益と野心の実現に熱心な韓国人リーダーたちの態度を問題視していた。 小も実際に朝鮮半島に潜入してみて、リーダーたちの嫉妬と協力体制の欠如を目の当たりにして、中国での活動との協力の必要を解いたという。九百四十一年十二月八日の新自湾攻撃が起きて、アメリカが参戦すると、中国は対日宣戦線布告を行い、連合軍の一員となりたかった臨時政府も十二月十日、対日宣戦線布告をしたが、 これは、日本政府に布告文書は通達されておらず、実効性はなかった。1941年3月から5月下旬に、かけて、河北に移動した朝鮮義勇隊は4度に分けて、黄河を渡り、八祖寺軍根拠地であった、太閤山に逃亡した。体内で密かに活動していた中国共産党の指示であった。そのため、 国民党管内に取り残された隊長の金言法と残った義勇隊の一部は軍事組織として有名無実化し国民政府軍事委員会の命令により1942年5月国民政府軍事委員会参加の韓国幸福軍に編入されることになり残っていた義勇隊は第1死体に改変され既存の第一、に五死体は統合して 第2支体に編成した。第1支体長は、金玄宝。第2支体長は、李半石が就任した。参謀長には、軍事委員会高級参謀のインシメタスク少将が、ついた。なお1945年6月に、金広一氏が就任するまで、参謀長は、インシメタスク野鳥特樹などの中国人の、国民革命軍所属の現役将校が歴任した。 幸福軍は、作戦計画として、中国戦線での招き募る、訓練などと戦闘部隊への編入、韓国内での地下軍組織及び破壊工作、太平洋方面で派遣司令部設置と韓国人同胞への再訓練、韓国飛行隊の設立などを構想した。1943年9月、インメン戦区工作隊をインドに派遣、宣伝や尋問などの工作を担当した。 任務を完了した工作隊は1945年7月に重慶へ帰還した。1944年、日本軍の調査作戦に多くの志願兵、学徒兵、徴兵一揆兵など多くの朝鮮出身の軍人が投入されたが、彼らが幸福軍の宣伝活動で臨時政府の存在を知ると戦闘の度に脱走が続出した。調査には、 第一死体第三区体があったが、調査作戦の終わった1944年末には、戦人同士2名、学徒兵12名、士願兵2名、長兵1期159名の、計175名の部隊に成長した。1945年3月の時点で、降伏軍の兵力は514人であったという。一方、降伏軍は中国に派遣されていた。 アメリカ戦略事務局と協約を結んで特務工作訓練を実施した。当時、朝鮮人学と陸軍志願兵制度の実施で、朝鮮青年が日本軍に編入され、南洋軍島と中国戦線に配置されていたが、その一部が日本軍を脱出して幸福軍に参加。西安で3ヶ月間の特殊工作訓練を受けた。これらを三島からアメリカ船水艦に乗せて、 朝鮮本国に潜入させて、朝鮮国内の要所を破壊、空港を占領した後に、アメリカ軍の飛行機で、さらなる物資を運び込み、武装放棄を促すという計画であった。1945年8月初め、降伏軍のこの国内侵入作戦について、緊急とドノバン大佐は同意したが、この作戦計画を実戦に移す直前に、日本が降伏した。また同じ頃、 参謀長、金広市一が、蒋介石と交渉して、武漢奪還作戦に、幸福軍が参加することを計画していたが、これもご破産となった。このような経緯から、幸福軍は戦闘の実績がほぼなく、インドビルマ戦線に、幸福軍工作隊を派遣して、朝鮮系日本兵の投降を呼びかけて、イギリス軍に協力したことが、数少ない実績であった。終戦後、 幸福軍は、中華代表団直属となり、団長の牧山翼と司令官の理政典は、朝鮮人日本軍兵士の幸福軍編成及び、帰国問題、各地の環境について協議した。各地に幹部を派遣し、日本軍及び、満州国軍の朝鮮人兵士の編入と、反響の保護を行った。北京では、新元春、李修一、牧世紀、 イ InAQ が中北平弁事所長の採用徳によって第三次隊に編入され、それぞれ大立大隊長、第一、二、三中隊長となっている。またリハンセキは幸福軍を代表して OSS の施設に同行してソウルに赴き、米軍新中に立ち会った。1946年1月9日、幸福軍を含むすべての準軍事組織は、 ソウルのアメリカ軍政政府の命令によって武装を解除することになった。解散した幸福軍は帰国の途につき天津から朝鮮に船で渡った。これはアメリカ軍政庁が幸福軍を軍隊として認めず帰国を許可しなかったためで元幸福軍兵士は個人の資格でバラバラに帰国することになった。さらに帰国後も彼らは国軍となることを期待していたが、 これも認められず、次回作用を起こして一つの勢力になることはなかった。李正万派、緊球派、金元法派、李正天派などいくつかの派閥に分かれた。李正万派であった李半石は国務総理、県国防部長官となったが、金元法ら左翼は越北して北朝鮮に加わった。幸福軍出身の韓国軍軍人1946年1月。 南朝鮮国防警備隊が創設されるが、日本軍、満州国軍出身者が占めていたため、幸福軍出身者は、新日派と共に軍に参加することはできないと言って、ほとんど参加しなかった。当初、軍事英語学校に、日本軍、満州国軍、幸福軍の核に10人を入港させる予定であったが、幸福軍出身者は拒否したため、 推薦を任されていた中国軍出身の長介玉は、リ主芸ュという会、可祉の2名だけを推薦することになった。1946年6月以降に帰国した、幸福軍出身者は、国防警備隊をアメリカの傭兵とみなして、朝鮮警備士官学校への入校を拒否したが、元幸福軍参謀総長の柳東施設が、東英部部長に就任すると、 幸福軍出身者も入港するようになった。同年12月、国防警備体操指令に、総トラ公演が就任した。さらに1948年に、大韓民国が樹立すると、出身者の多くは、陸軍主管学校特別組に入港するか、一部は、特定の階級への特任入隊が許された。しかしこれらを除き、初期に連隊長クラスとなった。 幸福軍出身者はおらず、国防部や警備体操司令部の実務人は、日本軍陸士、満州国軍、英語水準と学歴が高い学徒兵出身者が占めるようになった。初期の韓国軍内に、日本軍や満州国軍などの出身者による派閥が形成され、その中で幸福軍、中国軍出身者が早くに派閥争いから姿を消した。その理由として、 正規軍事教育を学んでおらず、西欧的思考、英語力に限界があったため、米軍事顧問団の認定を受けることができなかったことが挙げられている。その他に、李昌番と緊急の権力闘争であった。李昌番は、軍の要職に若くて、扱いやすい将校を任命し、緊急系列の軍幹部を排除して、軍部の中性を確保しようとした。そのため、幸福軍出身は、 緊急没落後に、軍部内の主導権的地位を喪失した。幸福軍出身者で対象に進んだ者は一人も、おらず、中将が数人だけである。幸福軍は、創設時は、武漢と兵員に分けられ、武漢は、将官領官高官下士にそれぞれただし、副三の等級があり、兵員には一等、二等、 三党であったが1944年10月23日の国務会議により交換は遺憾に、兵員は上等、一等、二等に変更された。ありがとうございます。